皆の衆拍手じゃ。天下はどうどうですか。大大大大大大道天下天の歌舞伎者前田健二。どいつもこいつも金だ天下だうるさいの楽しければええではないかのまだ意味が分かっとらんな皆の衆共に歌舞伎かわすのは前田圭司じゃあ竜を背に夢を心にこの道中まで歌舞伎たるがや前田利家にて我が槍を見よ我が名は前田又左衛門利家なりいや我ら名古屋おもてなし部将隊今ここに蘇る、はあ、
支部詳細は、ね、本日は余命でございましたが、総勢10名で活動しておりまして、名古屋城拠点に三木様を駆け回っているということですけど、今日もたくさん来ていただきましてですね、すごいの、まあ、闇だよ、名古屋城にたどり着いたな。今日はそうですな、ウィメンズマラソンがあってのウィメンズマラソンで、ね、国際的なマラソン大会がありまして道封鎖されたんですね。さようじゃ、本日の午前中の中は、はい、我々武将隊皆おのおのの戦場に出とったわけだな。いろんな戦場行ってまして、わしなんていうのはここから本来であれば車で20分ぐらいのところ、20分ぐらいの中川区は荒子というわけで、荒子という地域だって、はい、ほうほう、通じしとったんじゃが、本日そこから来ようと思ったら、はい、1時間以上かかった。20分が1時間ですわ、本日は。もうわし帰ろうか迷った。全然つかん。名古屋中揺らすまま帰ろうかなと思った。帰ろうかと。もう我らなんかは、そのウィメンズマラソンの応援に行ったんじゃが、はい、白川公園。でみんな知っとるかな、科学館。ここから約、車だったら10分ぐらいですね。10分ぐらいとかな。そこをわざわざ高速道路を使って、ぐるっと回ったんじゃぞ。はい、これどうしかも、移動手段タクシーでいくらかかった、4040円高い高い、どんなにかかっとんじゃん、この10分の距離を。驚くわ。あ、そんな4000以上かける我々名古屋おもてなし部署に詳しいことはこちら。安いな、4000円で河原版のもっと高いよ。はい、差しリーフレットでございますと、こちらに詳しくまとめてござりますで、今から、お持ちでない方に配りしてまいりまする。このおもてなしを中方前の方からお配りして後ろの方にも参りますで、大人方手を見て教えてくださりませ。しかし今おるとこから動くとな、人が入り乱れて大変だから、その場で待つようにいたぜ。よろしくお願いします。必ず回ってまいりますもんでね。ちょっと待っておりますさあ、そして我々名古屋おもてなし武将隊は、まあ、この今配っておる瓦版にも書いてあるが、日記帳というて、電子日記帳、いわゆるブログ、そういうこと、アメーバ芸能人ブログというものになんと我々登録されておるということで、ある意味大名から芸能人への格下げ処分にあったと言われると言われるとあるんだが、まあ皆々にいつどこに、まあ、我々がおるのかということを情報発信しておるから、本日初めて見たというものは、それを確認していただければ、本日も出陣した我々は日記帳を当然ながら書くということで、まあ、楽しみに待っとっていただきたい、うん、またもうすぐすぐじゃな、来週の木曜日か、木曜日からなんと我々名古屋おもてなし部将隊舞台公演がスタートするということで、なんかなんかなんか金曜日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 知っとるぜ、細かいことはな、知っとる、金曜日じゃて、金曜言うたな、金曜金曜言うた言うた金曜言うた、おかしなこと言うな、金曜から金曜日から行われるということで、なんと10日間にわたる東海テレビテレピアホールということで、なんと我々4年連続の舞台公演ということで、いいよ、拍手、嬉しいじゃないか。こたびの主役は豊臣秀吉という人間が主役となってじゃな、1時間ちょっとじゃな、南々に戦国の時代の風を感じていただきたいということで、そうだな、舞台公演その名も絆2014変化の風というタイトルで行われるということでな、うん、まあ、本日初めて知ったものは舞台もやるの、本当のものやるでしょうけど、ぜひ興味ある方は足を運んでもらいたい思うとともに、東海地区またそれ以外の者たちにも聞けることはできるであろうな。我々なんと CBC ラジオというところで、なんとラジオもレギュラー番組持っておるということで、嬉しい。そして帯じゃ、帯、帯番組、月曜日から木曜日まで21時から21時24分というこの枠で、我々名古屋おもてなし部将隊虎の穴というラジオをやっておるということでな、こちらも機会ある方は聞いていただきたいというふうに思っておるし、また我々平日は一部署一陣傘という形で南がもてなし、平日ではないな、休日土日祝日には5人ないし10人にてこのような演舞を披露し、南々に楽しんでもらっとるということで、さあ、そして本日は血の上がり演舞がギュッと短くなったゆえ、南々にまだまだ楽しんでもらいたいというわけで、奇襲のごとく始まる戦国モンド、3問南に問答を用意してまいります。これは我々の戦国時代に実際に行われとったことを問答として出して、果たしてここにおる南々が自分たちが生まれ育った国にいかなる歴史があるのかを改めて理解していただこうというものじゃ。では参ろうか。出そう、参れ、頑張ります、道を開けよ、あ、道を開けよ、道を開けよ、うちの足軽の通る道を開けよすまんな、開けてもらって、大体お前達をこうやって通るなんかわからんけどちょっと原石臭いお前ホラガイを持て、ホラガイを、ホラガイ、ホラガイを持て、南々に問答じゃ。今から達造が2種類の
ホラガイを吹く2種類のホラガイの音色を南で聞かせる。そのうちどちらが出陣でどちらが退陣かを当てていただくということだな。うん、あ、なるほど。非常に難しいこちら。では達郎早速であるけど南にちょっと聞かせたんでしょう。はい、南が耳を澄ませい。では参ろうか。よいぞ。まず一つ目じゃな。ブーッっていう感じな。こちらがまず一つ目。二つ目。三度きた。三度な。ブーッときた。さあ一体どちらが出陣でどちらが退陣か。では最初になったブーッ、こちらが出陣だと思うもの。お、本当か。大多数が。もう南が勘すぎてびっくりしたんだけど、逆にここまで勘で揃うのが素晴らしいと思う。素晴らしいですね。では逆にそのブー、こちら対人だと思うもの。なるほど、勇気あるの。まあというわけでじゃあ今達郎2つの音色を聞かせたわけなんだが、これはまあ真面目に参加した南々に引っかかったなとでも言ってやりたいんだけれども、正解は、はい、その日その時で違うでった。いやまさかまさか。って来てましたよ皆さん。ならそもそも問題出すなという引っかかったな。乱世の与党は形はどうであれ勝った者が生き残るのじゃ。実はホラガイというのは一つの家だけが持っとるわけではない。なぜかというとどちらか一つに統一してしまえばその音色にて敵の人間も相手の兵がどう動くかが分かってしまう。というわけで各家によってホラガイの音色は違ったんだな。前田家であったり豊臣家、織田家、徳川家、加藤家、全てによってホラガイの音色は違った。故に相手に悟られないようにそういったホラガイを流すことによって自分たちの兵を押したり引いたりというふうに操っておったということで、うん、このホラガイを吹くという十分なこれ仕事、結構な高級取りだったんだな。実はホラガイ吹きしてるんだな。だホラを吹くというのはそういうことで、ありもしないことを言って人を前へ押したり後ろへ引いたりさせてしまうことからホラ吹きやろうというふうな言葉もできたということで、一つ語源になっておるわけだな。そうだな。さあでは続いて第2問参ろうか。カウキシー唐突に呼ばれるんですかこれ。黙れ。奇襲のごとく始まるからの達造は言ってよいぞ。どうもう用なしかのようだな。ではカウキシーや、そっちもちょっと刀を持っていい。刑事ちょっともうちょっと真ん中に行こい。今からこの二人が立ち回りを始める。そしてわしがストップと言ったらある一定の場所で止まる。そこからが問答じゃ。では参れ。ああおやるよ。はいストップ。はい止まった。こっちでもいいか。ええよ。止まったの。これは今亀吉が刑事の槍を避けたというところ。さあではここからが問題。ここからは三択じゃ。あちょっと二人そのままちょろちょろちょろと動いてこうちょっと反転してあの向こう側の人にも見せたい。そう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 。はい避けとるね。これ避けとるね。はいストップ。はい逆回転。はいそう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 。いいよいいよいいよ。はい見えとるね。避けとるね。はいじゃあ正面に戻って。はい戻って戻って戻って。大変大変大変。さあさあというわけでじゃな、ここから一体こちら武将前田慶次郎としますはどのような行動を取るか。その1、亀吉が振った刀を跳ね上げて、慶次郎は切る。ダマや。死に方が派手すぎる。さあ、わしはどうするんだ。じゃあ続いて2問目じゃな。はい、止まって。2番、この亀吉に対して槍を押し付けてぶん投げる。いやー、やられ方派手。そして最後、3番。この槍を置いて逃げる。あれさあ一体どれかが正解なんじゃな。戦国時代一体本当にあった槍使いの、まあ、一つ置き手とでも妄想かな。さあこれは三択じゃ。南に手を挙げていただこう。1番、刀を振り上げて切る。これが正解じゃと思うもの。拍手拍手していきよう。拍手。あ大きさで比べていこうかな。まあぼちぼちじゃな。では2番、槍を押し当ててぶん投げる。これだと思うの。拍手。あ、1番とあんまり変わらないぐらいだな。では最後、避けられた槍を置いて逃げる。拍手。
あ、どれもこれも変わらんじゃな。まあ自分がどれに叩いたかぐらいはみなみな覚えとるだろうな、これな。さあ、では正解を発表しよう。では二人よ、実際に戦国時代どのように行われておったのか、よーい、始め。今回は3番の槍を置いて逃げるじゃった。そう、実は槍使いというもの、実は槍にはいろいろな形がある。これはちなみにだが一文字槍と言うて、一本槍のことを言うておるな。そして他にも十文字槍といって、こちらにこのように刃がついておる槍もござる。しかしながらその槍によっては実際の攻撃方法、守備方法変わってきとったわけなんじゃが、一本槍の場合は主について避けられた際には、槍というのは元の攻撃の意味としては多少敵から離れても攻撃を加えることができるという、刀よりもリーチが長いということだったんじゃ。しかしついて避けられたら、当然もしこれで亀吉が刀を抜いておったら届いてしまう。今ので髪の毛切られたな。ということを考えると、じゃこうなった時に一番大事なのは敵を対処することではなく、一目散に命からがら逃げること、これが実は一番大事であったということで、そしてそういう時に実は戦場に商人という、まあ、商いをしている者たちが出入りしているんじゃが、そういったものはこういった槍を拾っちゃ持って帰って質屋に売って生計を立てていたということがあるんじゃな。というわけで正解は3番の槍を置いて逃げるちゃった。さあ、正解した者はおめでとうさん。続いてが最終問答。では陣合祭前へ。さあ、ここからはこちら一見同じ格好をしておる陣笠隊、しかしながら当時には武将だけにのみあらず、各ある下におる者たちにもそれぞれに役割分担はされておった。さあ、もうすでに一見立ち姿持っとる者も違ったりするぞ。ではこの二人のうち一体どちらが戦において前線に置かれていたかという問題じゃな。委託、こちら陣笠隊達造、そして向こうは亀吉、一体どちらが戦で最前線に置かれておったのか、これはもう実ははっきりと答えが出ておるんじゃな。では陣笠隊達造、この者が前線に配置されていたと思う者、拍手。はい、やめて。亀吉が最前線に配置されていたと思う者、拍手。亀吉の方が大きい。さあ、では正解の陣笠隊は一歩前へ。はい、達造ということで、正解は最前線に配置されていたのはこちら陣笠隊達造であった。では一体なぜなのか、まず持っておる武器見ていただこう。達造は刀のみ、亀吉は刀と鉄砲。実は鉄砲というものは当時なかなか扱えるものが少なかった。というわけで亀吉のように鉄砲が使える足軽のことを鉄砲足軽と言うておったんじゃが、わし前田利家のような武将も筆頭に鉄砲隊というものを指揮する者にはああいった足軽というのは重宝しておったわけだな。故に最前線において命の危機をさらすくらいであれば、後ろに引いて構えさせて進んできた敵を確実に狙い撃って殺すという、そういった作戦を遂行するためにどちらかというと前線ではなく後列に位置していた足軽であると。エリートです。そういうの自分で言わない方がいいのかな。さあ、そしてでは一方こちらの達造は一体何故最前線なのか。実は達造、お主の生まれは農民でございます。そういうことじゃな。実は農民というふうに生まれてきたものというのはこのような格好をさせられて戦に駆り出されることが多かった。しかしながら言い方はまこと至極悪い言い方をするんじゃが、こういった者たちとは捨て石のような使われ方をしておった。要は前線に位置することによって敵の足は食い止めるだけにあらず、たとえ達造がもし命を落としてしまったとしても、例えばそれを指揮しておったわしがおったとしよう、そしたらばこの武将が率いておった兵自体には傷がつかない。要はその戦のために駆り出された者たちの命が散ってしまったというだけなんだな。当然そこへの悲しみや苛立ちはある。しかしそうなれども自分の育ててきた兵が亡くなってしまうぐらいであればということで、農民で駆り出されてしまった人というのは大体最前線に配置されることが多かった。しかしながら勘違いして並んだは必ずでは戦で死んだかというとそうではない。みなみな、有名な戦、まあ、数あるうちの中で川中島の戦いって知ってる人おるかな。知ってる人手挙げて。川中島の戦い知らない人、まあ、ほぼ知らんわな。川中島というのは有名な武将、名前ぐらい知っとるな。武田信玄、上杉謙信、知っとるな。大体知っとるな。うなずきがえらい少ないけど大丈夫か、わしえらい今になっとるけどもこの二人が
有名な戦で5回にわたってずっと戦をしとった、剣剣バチバチと。しかしながら何故そんなできたかというと、人が死ななかったからだ。要は戦というのは、実は死ぬ人というのは少なかった。場合によっては構えはしたものの戦わずに引いてしまうことすらあったほどだ。故に戦と一言で言っても簡単に人の命が散ったとは考えてほしくはないわけだな。というわけで正解は神社隊達蔵が最前線に配置されるでござった。さあというわけで、まあいろいろと本日は、あ、まあ足軽のこと、また戦のことについても、じゃあ問答を出してまいったわけじゃが、場所の前でこれらプチプチ言ってるけど大丈夫か、聞こえとるな。はい。まあ我々が生きた戦国時代、大きな勘違いをされる方が非常に多い。例えば馬であれば、それこそサラブレッドのようなでかい馬に乗っとったとかな、さらにあれは我々の時代はポニーぐらいの大きさが主流な。そしてまた戦で死ぬ人間は大体刀弓矢で死ぬというふうに思っている方がおられる。さらにあれは一番多く命を落としておったのは投石、石を投げられて石が頭に当たって死んでしまうものがほとんどであったということ。故に戦というのは最初、順序を教えておこうかな。最初はまず罵り合いから始まる。川を挟んで相手がおったら向こうに対して、バーカお前の母ちゃんなんかなって言って悪口を言って、でだんだんみんなヒートアップすると近寄ってくるわけだな。そうするとだんだん石を投げて、これに当たって死んでしまう人が多い。そしてさらに近づくと弓矢、さらに近づくと槍、さらに近づくと刀というように攻撃手段が変わっていくということで、実は近づく前に戦が終わってしまったりすることもあったということで、実は投石で死ぬ人が戦のおよそ8割を占めておったというふうに言われるんじゃな。ということで、南々にはなかなか暴れん坊将軍とか水戸黄門を見て戦国時代とか武士の時代を勘違いされてる方多いけれども、実際はそんなような形ではなかったと。またこれはじゃな、詳しいことを知りたければ我々に会いに来ていただければというふうに思っておる限りじゃな。では最後に南々、本日は名古屋城によう来てくれたということで、共に勝ち戦を祝い勝ち時を挙げてまいろう。慶次郎、あ、出闇の主、拳を掲げよう。名古屋とここに集まりし南々の明るい未来を願って勝ち時じゃ、それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、南々の主、本日はありがとうさんじゃった。さあ、そして今